はい、どうも、無限アパレルでございます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。なんか今日は違うぞ、りょうちゃん。え、緊張しとる。なんか背筋が伸びとる。緊張しとる。いや、今日はもう、はい、無限アパ初の大物ゲストです。服がもう吹かないでください。まあね、展示会宣言とかさせていただいたんですけど、はい、今日はちょっと、楽しさんをお呼びして、はい、90年代からのね、はい、ストリートシーンの、まあ、その渦中にいた人にちょっと実際のシーンの具合を聞いてみましょうか。そう、ストリートシーンの生き字引き。ああ、生き字引き。生き字引きで。おい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 。ああ、まあ、まあでもそれぐらい前か。もう前だね。そうですね。それは。やっぱまあ意外とね、なかなかこう生の声聞ける動画を、私も YouTube でね、検索したんですけど、はい、なかったんで、はい、まあ、今日はかなり貴重な。え、まあ、違う、初じゃないですか。無限アパと YouTube 初っていうのがね、動画が撮れる。まあちょっとそういったね、まあカルチャーだったり、まあ、ストリート好きな方とか通ってた方って、やっぱまあ僕ら世代、僕らより上の世代やっぱ熱中してらっしゃった方も多いと思って、はい、まあ、そういったところで今日はちょっと実際に、まあ、その時のシーンを一役になってた方にちょっとお話聞いてみましょうよ、はい、っていう、もうスペシャルゲスト会です。新年の特番です。新年特番、はい、すいません、慣れないもんで。いやいや、とんでもないです。もう、ね、YouTube 初出演で、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。無限アパで大丈夫でした？なんか無限アパでしょ。怖いぞ。まあちょっとね、しっかりやっていきたいと思います。行ってみますか。それでは行ってみましょう。はい、じゃあそれでは、実際にお話聞いていただきたいんですが、はい、もう、まあ、はい、皆さんご存知だとは思うんですが、はい、まあ、チャンネルの方もね、ストリート通ってないかなとか、まあ、いろいろいらっしゃるので、ちょっと軽く、まあ、自己紹介といいますか。はい、はい、有限会社バランス。有限会社バランス代表。取締役。田主友紀といいます。田主さんです。はい、はい、まあ、現はい、まあ、アナクロノムというブランドの、はい、ディレクター、はい、ディレクター、はい、で、まあ、元々は皆さんご存知の方も、まあ、僕ら世代より下の方だったら知らない人もいるかもしれないですけど、うん、まあ、バランスウェアデザイン、はい、創設、そうですね、はい、創業者、かれこれちょうど25年ですね。今年でちょうど25年、25年なんで1996年、はい、96年、96年に、はい、まあ、バランス岡山という、まあ、ちっちゃいお店から、はい、はい、はい、スタートっていう感じですかね。はい、あの並木通り、そうですね、岡山、あの平和町の並木通り、現 FVK、 FVK、はい、はい、はい、の場所でスタートっていう感じですね。スタートして、はい、で当初、まあ、はい、僕、まあ、そして、まあ、今出た、ね、FVK、はい、オーナーの、山田、はい、で、そして、まあ、今一緒にやってます青木と、はい、はい、この3人で、スタートという感じですね。お、はい、なるほど。我々6歳です。6歳6歳か。小学校上がるか。小学校か。今日はまあ一応ちょっと我々とその田主さんをつないでくれる中間 の、 あの某 Y 氏もあのちょっとね、天の声として参加しながらちょっと司会進行をよろしくお願いいたします。某 Y 氏も僕らはもう本当に言っても後追いなんでね、はい、それでやっぱなかなか当時ね、リアル通ってた方の意見も聞きつつ、聞きながら、はい、ちょっとお話を聞いていきたいなと思うわけなんです。はい、はい、まあ、96年に、まあ、そのお三方でちょっとスタートされて、はい、お店スタートと同時にバランスウェアデザインもスタート、うん、そうですね、割と、まあ、なんで、まあ、バランス岡山を、始める前に行った、まあ、岡山での、はい、セレクトショップが、まあ、割とこうストリートなセレクトショップが、うん、まあ、そこでずっと、まあ、僕が店長してまして、はい、まあ、でそこを、まあ、辞めるというタイミングで、まあ、当時、まあ、そこでも扱っていた、はい、まあ、あのトップス中心とか、はい、あの原宿の、なんですね、マニエルとか、はい、まあ、僕の、まあ、師匠がやってたブランドなんですけれども、はい、まあ、そのまま引き継いで、はい、セレクトという形で、はい、ドメスティックブランド、まあ、今で言えばドメスティックというかも、まあ、当時はまあそういうカテゴリーすらまあなかったんですけども、あ、まあ、あの東京のブランド、はい、でインポート、はい、で、あとまあ直接やっぱり海外アメリカに入ってましたんで、はい、まあ、当時そういう意味ではまあスニーカーであったりと
り、はい、まあ、新品の買い付けですよね、はい、プラス、まあ、古着買い付けみたいなところでの、まあ、割とこう、まあ、雑多な感じだったかもしれないですけど、まあ、そういった、まあ、まあ、セレクトショップというの で、はい、でそのタイミングで、まあ、一つ、まあ、多分その特徴的だったのはもうすでにそのタイミングでオリジナルのバランスやデザインをもう立ち上げて、まあ何か自分でこう自分たちでまあものを作って、はい、Tシャツ作ったり、ああ、じゃあバランスやデザインとしてブランドももう機能してた、ブランドというか、まあ何ですかね、あの当時はショップオリジナルっていって出ましたね、そう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 、あの当時はね、まあ岡山は僕の同世代のみんな、はい、あのこう店ね、はい、出して独立してる、まあ、古着屋とか、はい、まあ、やってたんですけれども、はい、岡山って結構やっぱ特殊な、あの僕は町というか、はい、本当にどのショップもオリジナルデニム作ってたって、はい、ああ、そういうもんだ、もう本当に、でまあその中で、まあ、ちょっともしかしたら変わってたのかもしれないんですけども、はいはい、あのまあ、僕らはまあじゃあ周りのみんな、まあ、しっかりそういうデニム作ってるんであれば、まあ、僕らはまあちょっと違う何かものを作っていきたいっていうところからのスタートでしたかね、はい、なので本当に T シャツを、はい、あのちょっと当時なんであれですけどブートっぽい T シャツ作ってみたいな、ジーンズっていうのは本当当時作らなかったですね、あ、うん、意外とそう作ってはいかない、ね、はい、そうですね、うん、ストリートっぽいアプローチ、ね、かもしれないですね、あのオリジナル作るにしてもそうだったのかもしれないですね、例えばその当時はパッドボーダーの T シャツを、はい、あの別注して作ると、まあ、どえらいロットだったんで、はいはいはい、すごい在庫になるわけですよ思い切ってそういうのがやっぱりいける、いや時代感というか、いや、まあ、それは時代感もあったかもしれないけど、まあまあ無謀だったなと思ってそれが、まあ、ブランドとしての基盤になっていて、基盤になっていったって感じですね、でまあまあバランスっていう、まあ、お店バランスを買うお店なんで、はい、まあ分かりやすいですね、バランスがデザインって、うん、めちゃめちゃ上級、はい、上級ですね、バランスが作る、はいはいデザインする洋服、はい、まあ、バランスウェアデザインを、まあ、今日は中心にしてちょっとストリートの話聞いていこうかなと思ったんですけど、はい、そうですね、ストリートっていう、まあ、こうストリートでもね、はい、まあ今で言うとなんとなく、あ、こういうのがストリート、はい、あのファッションなんだろうなっていうところなんでしょうけど、まあ、当時本当に特に何かこれがっていうのはまだ出来上がる、本当に前段階みたいなのは90年代だったかなと思いますね、はい、東京からそれは今日発信になっていった始まりが90年代、それまではどうしてもやっぱりイギリス、ロンドンっていうところがストリートファッションのやっぱりあの始まりだったので、はいはい、まあ、そこから本当東京、世界の中でも東京がなんか発信していくという、はい、すごいなんかオリジナルな形になる、まあ、いわゆるよく言うミクスチャー、はいはいはい、あのミックスカルチャーの時代っていうふうに言われてはいると思うんですけど、はい、まあ、まさにそれがファッションの中でもこうぐっとこう起きてきてた、うん、時代感だったかと思いますね、はい、当時のじゃあ東京のシーンっていうのは、うん、まだこれからストリートその裏腹だったりが行くぞっていうようなタイミングです、うん、96年7年いやいや全然全然もう実はあのしっかりあの、うん、原宿の方で出来上がってきていて、はいはい、僕らはどちらかというとあのそれをこう要は地方ので展開をしていく店舗、はいはい、だからあ、まあ、バランスの立ち上げもそうでしたし、あのエマリエルっていうその、はい、あのブランドをあのセレクトあのしてたりとか、はい、もっと言えばその前働いたお店なんかは、まあ、アンダーカバーをやってたり、うん、まあ、ミルクボーイをやってたりとか、うん、まあ、ビビアンスをやってたりとやったりとか、まあ、そういう風なところでやっぱり地方のお店はまだまだそのセレクトしている、はい、で一体その僕らはバイヤーとしてその東京に行くで、はい、そこで、まあ、原宿のシーンを、まあ、そこで感じていくっていう感じですね、はいはい、うん、なんで僕はどちらかというと本当に岡山っていうその地方から割と俯瞰してこう客観的にこう、はい、あのシーンっていうのはまあ見てたかなっていうのを思いますね、はいはい、でもなかなかまだまだ当時はそのじゃあどこでも今で言えばね全国こうどこでもこうあの店舗が取り扱ってっていう時代では本当なくて、とても本当に限定的な言えば本当とても敷居の高い、はい、まあ、だからこそあそこまで の、はい、あの大きなムーブメントに本当になっていったんだろうなっていうふうには思いますね。そうですね、うん、まあ、バランスを立ち上げるタイミングというのは、まあ、こう何かこっからそれが広がってい、はい、いく
なんかこう、うん、始まり、はい、日差しみたいなタイミング、はい、だったのかなと思いますね。その2000年に向けて、はい、2000年代に向けてガッと広がっていく、はい、本当にあの初動な感じ、はい、あ今日はカチッと話をなあれしっかりねえなんかもうちょっといやいや全然いいんですよ。いいですか。非常にもうあの貴重なお話が聞けてるこれからまあちょっとそういうもうちょっと東京シーンに寄せて東京シーンのまあストリート売りみたいな話をまあ聞いていきたいなと思うんですけどまあ多分バランスウェアデザインで本当に見ていただいてる方も多分熱中してた方も非常に多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ市場的にはなんかこう一応なんか恵比寿系にカテゴライズされるみたいなのを僕もまあ見はしたんですけど、某Y氏もこれだけはって言われてたみたいな、岡山であれだけこう並ぶ人が出るぐらいの感じになってたっていうのはなんかこうやっぱなんか他のまあストリートブランドとかまだちょっと立ち位置とか人間方とか、うん、当時リアル世代は どうだったんですか。なんかエピソードがあれば。いやまあそれはもう週末ね、閉店前にもう並び始めてましたからね。前日のって前日のいや本当に今でいうシュプリームぐらい。もう東京でもそうだったし、そのバランスの東京の店、はいはい、でもそうだったし、岡山でその店があるっていうところですごかったんです。そうですね、それが岡山にあるっていう、ね、そうですね、それこそね、そこはもしかするとちょっと特殊だったのかもしれない、うん、だから岡山からっていうところかな、地方から、うん、東京へなのか、地方からまあ割とこう全国へみたいなところは、そうですね、まあ、東京のファッションシーンの中ではちょっと特殊な形で、ね、雑誌、あの当時でいうなんかそういうメディアにこう取り上げられるっていうのは、うん、あったかなと思いますね。なるほど。でさっきのその T シャツの話、ボーダーティーの話とか、はい、結構ね、これやばいね、こんなあるとって話やりすぎたと。いや、1階の僕と青木でそれを車積んで、はい、回るかみたいな、うん、感じで、まあ、当時も本当そういうお店が、はい、まあ、僕らと同じように本当にどんどんでき始めて、ちょいちょいこうでき始めてたタイミングだったので、はい、でまあ、雑誌もね、はい、90年代はこうバッとこう情報を発信してた時代だったので、まあ、そういうところを頼りに、ネットがなかったので、そういうところをこう頼りにこう調べて、でこうどうですかなんて営業し始めたのが、まあ、最初の卸のきっかけかなっていうところ。だから本当にそこからスタートしてっていう店舗さんも結構ありました。はい、なんか狙って卸を始めたというよりは、うん、割ともう卸するか、そう、もうせざるを得ないぞ、これ買ってくるなんてやばいぞっていうぐらいな人からのスタートではあったかなと思う。行商行かねばやばいそうで、まあその東京時代の、はい、まあその先輩とか師匠というか、東京ナンバーワンソルテルさんの年に入ってた、はいはい、エマニエルというそのブランド、はい、まあ、まあそういう人たちとの交流は、まあ、こうずっとセットでやってて、はい、まあ、ありながら、まあ、東京でのそういったシーンですよね、はい、当時まだまだ、じゃあ僕らみたい、僕らというかそういうその90年代立ち上がったブランドが、じゃあ毎シーズン展示会をやって、そういうことで本当になかった、うん、なんで仲間うちの何社かが集まって合同で展示会するっていうようなスタイルだったんですよ、はい、たまたまでもその岡山に、はい、の工場に、来られた中目黒で、まあ、それこそずっと一緒にいや近くでやってた中目黒にホスっていう、ちっちゃいお店と、まあ、ブランドに置かれてる、まあ、本当もう僕の大先輩なんですけど、その鈴木さんがっていう方がその工場に、来られた、帰りに岡山の町に行って市場調査でもね、あ、まあ、営業を、まあ、彼が回ってるタイミングでうちの店に来てくれた時に、はい、なんかこう見慣れないブランドがあると、あ、で何これ、でそれで僕ら作ってるんですって話、はい、いやこんなの作ってんだったら東京で出してみたらみたいな、あ、やったらいいの、そう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 、でそういうふうに声かけてもらって、はい、いやなんか眉唾だなと思いながら最初は、はい、だってそうじゃないですか、そんなんか人のいい話ないじゃないですか、それでもどうですかみたいな、もうおいでおいでみたいな感じ、はい、に呼んでいただいて、何も右も左もわからない状態今日のまま、はい、鈴木さんの当時やってたブランドですね、まあ、ホスティン前身でやってたそのブランドと一緒にその僕らが作ってた、はい、サンプルっていうよりもその時現物を持って、まあ、出店みたいな、うん、で行ったのが初めてですね。それがなんか90多分
割と早かったですよね、7年、8年とかぐらいのタイミング、もう2年目ぐらいで、たまたまそうやって偶然声かけていただいて、まあ、出たのが初めて、それがまあ中目黒、まあ散々でしたけど、当然何者かもわからない、ただそこにはその鈴木さんのやるブランドのお客様が皆さん来る、なんじゃいこれみたいな感じなわけですよ、はいはいはい、でまあ本当青木と二人でまあなんかこれ見せ物になってるなぐらい、いや本当にこうちょっと悔しい思いはなるほど、でもそれすごいバネになったかなっていう、なるほど、で次じゃあもっとなんかできないかなとか、じゃあ自分たちで何か声かけてその展示会に来てくれるようなことできないかなみたいなことから、うん、まあ2回目3回目とこう一緒にやらせてもらったのがきっかけ、バランスっていえばなんかはやっぱグラフィックみたいな、あそうですね、これまだそのタイミングで、それが結構その最初の展示会何年目ぐらいから、うん、グラフィックっていうすごい偶然というかなんですけど、巡り合わせがあるんですか、そもそも、まあ、一緒にその後に一緒に入ってやることになった、はい、その下手、まあ、今現その丸のあの台なんですけど、まあ彼ももともと岡山でバランスを始める前 の, 僕が勤めてたセレクトショップ の, お客さんだったんですけども、彼が中学生の頃から通って、で高校卒業するぐらいの時とかね、のタイミングで、いやー、たくさん僕どうしましょうみたいな話になって、でも彼はそこから東京出ることなんですね、はい、で僕と同じ学校に、まあ、入って、やるんだったら一緒にやりたいねみたいな話を、ただまあ当然その僕らも始めたばっかりですし、お店も始めたばっかりで、そんな余裕もなかったので、はい、東京でやりながら、こう、なんかいろいろ、ちょこちょこだいみたいな、言ってたら、まあ、さっき言ったその鈴木さんっていう方がすごい気になったけど、まあ、展示会させてもらいながら、実はその事務所で枝が曲がりして、はい、その、で、しかも、確かあの時のマックも、買ったわけじゃなくて、その鈴木さんのところにあったマックをなんか1台与えてもらって、それで枝がもう独学で、はい、グラフィックをやり始めたんですよね、はい、うん、そこから彼もうちに入って中まで全然入社とかじゃないんですけど、はいはい、どんどんやってきてるで、まあ、半年ぐらいそれ続けて、いやいや、まあ、この状態もやばいだろうって確か、ジャム一緒になったと、はい、まあ、その東京特派員のやつ、まあ、東京でやってくれと、うん、でそこからグラフィックと、うん、まあまあ、僕の作る洋服っていうところがこう一つになってたっていう感じで、ね、まさに流れました。やっぱ相当センセーションだったか、いや、すごかった、衝撃でしたよ。やっぱ当時グラフィックってなかったですよね、うん、そういう、なかなか、まあ、まだ概念はなかったかもしれない、あの感じのグラフィックっていうのって本当だから、偶然というか、そう、まあ、そういう巡り合わせでこう彼がマックを触るようになる、そうですね、機材的な巡り合わせとその人の枝さんの才能っていうところがもうバッチリだった、そう、でそこからグラフィック、デザイン、まあ、ストリートファッションにおけるそのグラフィックデザインっていうのが、はいはいはい、なんか一つこう形になっていった始まりじゃないですかね。なるほど、で、あとはね、やっぱ加工の面で言えば、うん、他とはまたちょっと違う加工いろいろしてらっしゃったのかなとは思うんですけど、デニムの加工とか、デニムとか、テックコンボ系とか、はいはいはい、ああいう系はなんかなかなか見ないような加工してたなと、うん、名作と言われるやつ、名作と言われる、あとクラフトマンジャケットとか僕大好きですね、いまだに持ってますね、白い、白だけ肩に穴開いてるとか、色によって加工がちょっと違ったみたいな、ところからですね、もうダメージは始まってましたですね、ああいうダメージみたいなものを多分デザインと捉える、それは現アナクロノームも、はい、当然その、はい、脈絡と受け継がれるはもうあるなって、まあ、そもそもっていうところ、うん、今でこそ受け入れられますけどね、まあ、いろんなブランドがやってたり、そう、うん、確かに、まあ確かに、かもしれないですね、洗いをかける加工をしていくっていう、はいはい、何かそういうものが一つのデザインとしてこう捉えていくっていう、はいはい、でももっと期限を正せばそれこそまあギャルソンがまあボロやってたりしたので、まあ何か真相心の中にあったんだと思う、はいはい、だからやっぱこう僕自身のこう多分経緯が、はい、デザインの方からやっぱりこう
デザインを学んで、はい、でそこから洋服作りに入っていっている、うん、でそこと岡山のこの地元のそのものづくりっていうところがこう、うん、あのクロスされていっ、はい、行ったので、そうなんですね、基本的にその何かこうヴィンテージの何かを作ろうっていう思いよりも、はい、デザインで想像していくの中の、はい、あの要素として、はい、そのデニムだったり、はい、ヴィンテージだったり、はい、してい、結構まあそれぞれが偶発的なのがうまく重なって、いやでもそう思う、僕はもう江田さんとそのたまたまの環境がいい、加工館は田主さんの元々の執事である岡山の感じと、うん、まあ、その田主さんのデザイン的なセンスとかうまくこう重なった結果、そういう独自のものが、まあ、たまたまって言ったらあれなんでしょうけど、でもね、やっぱそれがやっぱこう許容されるこう時代感っていう、まあよくファッションの、ね、トレンドは回ってるとか繰り返したりとかって、はい、まあよくね、なんか何年サイクルとかって言うと思うんだけど、はい、でまあもっと言えばそれがヨーロッパテイストなのか、まあ例えばそれがイギリスロンドンなのか、はい、アメリカニューヨークなのか LA なのかみたいな、まあ本当ざっくりそれぐらいのカテゴリーの中で、実はぐるぐる、あ次なんかセブンティーズが来る、はい、じゃあちょっとベルボトムだよねみたいな、はい、なんかそういう風なぐらいだ、ね、そこにやっぱ90年代に入ってやっぱりこう新しいこう文化というか、はい、あのファッション、うん、あのカテゴリーみたいなのがこう出来上がってきたのが本当に90年代、はい、まずやっぱ藤原宏さんのやっぱり G から歩くというのから始まって、はいはい、まあそれがそう、まあ当然その元にやっぱステューシーがあったりはするんですけど、あの藤原宏さんのこうなんでしょうね、周りにいた、はい、まあ、それを慕った人たちがもうぐーっとこう集まってきたパワーの中で生まれてきた、はい、あうんとして、まあ、さらにやっぱ90年代は雑誌、はい、メディアのその時代だったので、はい、まあ、90年代、2000代、年代はそうですね、はい、まだネットがない時代なので、やっぱりそことのそのタッグ関係っていうところはとてもあの当時それをこう浦原宿の中だけで終わらせずに、はい、それをこう全国へと広げていくものすごい力に、やっぱこうメディア戦略っていうのがすごい、はい、あの強かったかなと、はい、でもそれはやっぱあれだけのことをやってるからこそ、はい、それが例えば別にみたいなものだったら、はい、いくらそのメディアと組んでも、はい、響かないね、響かないですね、はいはいはい、でもそれが本物なんですよね、はい、本物だったんですよ、それは僕は岡山っていう場所からそれをやっぱり受けてましたし、はい、やべえなって思ってましたし、そのバックグラウンドにある本物というか、はいはい、歴史であった本物みたいなところまで踏まえて、はい、いやそれでこういうものをこういう形になって、はい、こういうブランドになってできてくるんだ、はいはいはい、でしかもさっきそう言ったように敷居が高くて、それを買うことも難しい、はい、どこで売ってんだろうみたいな、はいはい、もうそんな状態だったので、はい、それはやっぱりみんな興味を持ったら、はい、やっぱりうわーってなるの欲しいと思うし、うん、何なんだろうっていう、はい、全然から並んでも欲しいってなりますみたいな、それも まさにこうムーブメントっていうのが起きる、はい、起きるっていうのがもう、うん、まあ、裏腹系とか言うじゃないですか、まあ何につけても多分日本人はカテゴライズしたがるんで、はい、そうですね、音楽で言えばあの当時は渋谷系って言ってしまって、はいはいはい、でもあれって分かりやすくその広めるためのなんかこうパンチラインみたいな、そうですね、なんかそうですね、それすることで広がっていくんだ、みんなの共通点で恵比寿系って言われたりとか、なんかそういうふうなこう部分がやっぱこう90年代にこう広がっていった、はい、いった、はい、まあそうですよね、そもそも多分男子がファッションにファッション好きでみたいなっていうこと自体がやっぱりそもそもがあんまりまだなかった、やっぱりこうファッションは女性の、今でもそうなんですけど、ファッションは女性のものっていう、男は男のみたいな部分があったところに、男が着るスタイル、ファッションのとこ、あの形付けていった、それをステレオタイプとしてこういうものをこういう着こなしで着ていくとか、こういうみたいなものをこう作り上げていく、当然これ80年代にもあったし、ただそれはとても限られた、その本当にファッションが好きなごく一部の人たち
のものだったんですね、はい、大体もうみんなジャケット着て、はいはい、なんかパンツにシャツインしてっていうのが、はいはい、スニーカーを例えばファッションアイテムとして履くっていう概念はない時代が80年代だった、はい、ファッションのマスといったらあれですけど、広がっていくための、はい、多分前段階が90年代、はいはい、だからあれぐらいのムーブメントが起きることでそれがどんどんとこう、はい、マス化していく、はい、エマニュエルってドゥアラットっすよね。ズワラットの天使ですよね。そう、あ、ビリジアン、あ、そう、ビリジアン、ビリジアン、今現ビリジアン、現ビリジアン、うん、当時ブルーズっていう、まあだから裏原宿のブランドのことをどこまで語れるかって言ったらさっき言ったように僕はあんまりその中に入ってはなかったので、割とこう俯瞰したこう情報、はい、こうだったなとか、はい、あそこに1号店ができたなとか、はい、Something's up because you call me. I know if I see it in your eyes.